これもう始まってますか？どうですか？始まってますか？そして、始まってるんですか？みたいですね。で、小西さんが近い。え？めちゃくちゃに近い。だいぶカメラから離れてますよ。本当ですか？だとすると、小西さんの、こう、頭部が、はい、10メートル単位のサイズなんじゃないかっていう気がしちゃいます。僕ね、頭がでかいんですよ。頭でかいですか？そうなんです。すいません。すごい規模ですね。想像を絶する。はい、さて、じゃあ、今、僕も今手元の、こう端末でペリスコープ確認しましたけど、こんな感じの4分割でみんな見ていただいてるんですね、これ。ありがとうございます。すごい。もうみんな小西さん宇宙だとか、そういうところで驚いてる方が多いですね。宇宙水を飲むよ、今から。今から宇宙水を飲みますか。もういきなり。何の液体。一応ね、小西さん、今日いつも以上に多分こうご自分しかいなくてリラックスしてる空間かもしれないですけど、一番初めに言っておきますね。コンプライアンスだけは守っていこうね、今日は。大丈夫です。大人ですからね。確実に宇宙水とか売り始めたらアウトですからね、今日に関しては。先に言ってきますよ、それは。はい、ってことで、あ、始まってますっていう風に、もうすごいいっぱい、もうすでになんか3000人ぐらいの人が来てくれてるんだ、いきなり。ありがとうございます、2900人とか。ありがとうございます。はい、で、一応趣旨を説明すると、これはネットフリックスのこうアニメを中心に、アニメのことを語る部活、ネトフリアニメ部っていうのが、もともとありまして、で、みんなで一箇所に集まってやってたんですけど、まあ、今こう密集しちゃいけないということで、はい、今回は初のリモート開催ということになっております。で、私、ネトフリアニメ部の部長、日本放送というラジオ局の、アナウンサーをしております、吉田久則です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、そして、じゃあ、まずは、なんか、宇宙の大いなる存在みたいになってる、小西さんから、お願いしてもいいですか。はい、宇宙の大いなる存在。ネットフリさんとはズブズブでやらせていただいております。宇宙の大いなる存在こと宇宙の大いなる存在です。2回言った。大事なことですから。大事なことですから。よろしくお願いします。小西です。確実に小西さん、この状況大好きですもんね、これね。めちゃめちゃ最高ですね、これ。楽しい。楽しい。もう、うん、なんかもう、一応さっきのコンプライアンスでもう一個言っときますと、はい、一応プロなんでお分かりだと思いますが、版権に関わるやつはやめてね。もちろんです。もちろんです。やらない派ですから。やらない、大丈夫ですか？そういうのやらない。そういうのはやらない派ですね。まあ、ただ、リハーサルはみんなにぜひお見せしたかったですよね。相当な数の版権絵をお手元にお持ちだってことがさっき分かったんで。一応、宇宙の大いなる存在でも著作権は守んなきゃダメですからね。最悪宇宙の力を使います。ダメ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 。ダメ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 。現行法を守って。日本の現行法。法は守ろう。法は守ろう。はい、ということで。はい、順法精神にあふれる小西克幸さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、で、じゃあそして、宇宙の大いなる存在からお次は主婦の方にお話振ってもいいですか。私だ。矢部田さん、お願いします。はい、はい、自宅から普通のお家に住んでいる普通の一般人、名塚香織です。いやいや、声優さん、声優さん。そうですね、今日はいろんな場所から配信ということで、宇宙と細谷さんはどこにいるんだろうか。僕、空の上にいますね。あ、空の空の上。あ、じゃあ小西さんと近いけど、裏側かな。そうですね。小西さん一段上にいます。成層圏。そうだよね。上下でね、いる感じで。はい。ゆるりとお届けできたら。なんかこれ、お家だとなんか、恥ずかしいですね。こう、声張って喋るのが。あ、そうか。あ、そうか。なんか、家だと落ち着かないですね。逆にそうかもしれないですね。
あのなんかキャストさんってやってなんかはしゃいでるとそれを家族に見られるの恥ずかしいみたいなとかそうなんですよ、ね、普段仕事でこんなこと言ってんだってねそうそうそうこんな感じなんだお仕事の時みたいな確かに確かにあんま変わんないですけどねちょっとだけなんかねプライベート感のある感じの、ね、夏賀さん、はい、あよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあそしてじゃあ次は成層圏にいらっしゃる方にお話をお伺いしましょう。はい、成層圏からこんにちは。成層圏からこんにちは。空気はどうですか。空気はね若干薄いですね。薄いんだ。ちょっとやっぱここら辺は寒いですよ。やっぱり寒いですよね。僕はね2、3年まで行くと太陽光でちょっと暖かいみたいですけど、はいはい、この辺は一番寒い一番寒いところでもちょっと大変なところから。ちょっと今日そういうあの好き放題喋るのは僕小西さんだけかなと思ったんですけど、細井君も今日はその方向性なの。家なんで、すみません。ちょっとあそっか。自宅だとちょっと細井君は気楽になっちゃう方なのね。そうですね。そうですね。ああ、飛行機には気をつけていただいてね、ぜひ。そうですね。飛行機ね、そうですね。いつ突っ込んでこられるかわからないですからね、このコードは。まずは、まあ、皆さん命は第一に今日していただきたいと思いますけど、はいはい、で、まあ、僕は本当にね、あそうだこれ今日カメラ外付けだからやろうと思う、本当にラジオ局に今いて、この後も生配信がある状態で、もう周りもね実はあのラジオのスタジオでこのままラジオの生放送もできるところに自分でカメラとかパソコンとか持ち込んで今配信を、はい、やってる状態だったりするんですけど、まあ、ラジオは最後の最後まで、うん、なんかあった時のために生放送をやる。だ仕事は実は僕あんまり変わってないんですよ。ただ人が集まっちゃいけないんで、うん、ゲストの方とかはみんなリモートでつないでこう出ていただいたりとか、リモートでやるんですね。そうなんです。全然こういつもとはね違うんだけど、まあまあだいぶ慣れてきたかなっていう感じではあるんですけど、こう声優さんたちって今こうお仕事的にはどんな感じになってるんですか。これは細谷くんとかに聞いてみようかな。誰も何も言わない。待ってみた。今なんかレギュラーのアニメのアフレコとかは、うん、はいはい、なんかやっぱ人が近づいちゃうせいか、はい、うん、なんか緊急事態宣言明けまでは、うん、ちょっとやめときましょうかみたいな、うん、なんか風潮があって、うん、なんか僕フリーなので、うん、全然行こうかなって思ってたんですよ最初は。はいはい、なんか、うん、なんかまあ大きな事務所の、うん、まあ、タレントさんが、うん、なんか緊急事態宣言明けまでちょっと出れないかもしれないみたいなお達しが来ましたみたいなのを聞いて、うん、大きい事務所大変だなって思ってたら、なんかもう全体的にそうなっていきましたね、うん、なんかゲームとラジオは続いてます。ゲームはスタジオまで行って、はいはい、ラジオはなんかこうやってテレワークでみんなで画面共有しながら撮ってる感じですね、うん、なるほど、うん、なずかさんとかも同じ感じですか。あ、そうですね、やっぱり、スタジオでたくさんの方と集まる収録は一旦ストップしてますけど、うん、一人でブースに入るような収録とか。小西さんなんで笑ってる。背景が意味ありげだから、これ全部意味がある感じしますね、うん、ちょっと気になっちゃうから変えますわ、他のに。お、変えますか。はい、ちょっと待って。あ、偉い。何それ。ちょっとじゃあ変えときますね。顔がうるさいんで。それ何の野菜ですか。キュウリ？わかんない。キュウリかズッキーニか、もしくはゾウリムシか、そういうもんでしょうね、これね。ズッキーニかな。いや、顔が見えた方がいいか。そうですね。はあ、
小西さんもはい、やっぱり今ゲームとかラジオはやられてる感じ？そうですね。でもゲームやって、あとラジオは、僕生配信をやってるので。あ、はい、顔出しで、うん、なのでそれは今は止まってますね、うんうん、ある程度の人が集まんなきゃいけないやつはね、うん、今ちょっとやっちゃいけないっていうんで、はい、テレビのお仕事とかもなんかテレビ局全体でもうロケ全くやってない、うん、収録全くやってないとからしいんですよ今。へえ。もうどんどんこうテレビはね再放送とかになってたりするし、うん、で、あと今大変なのが映画館が大変なんですって。ああ確かに。行かないですもんね。だからもうほとんどあれなんですって、やってないから、この間の興行収入ランキングとか1位の映画が興行収入17万円とかなんですって。ええ、本当に日本中でそうやってるところっていうのがもうどこかの県の1箇所とかそういうことになっちゃってるので、だからみんなちゃんと守ってんですよね、やったいけないことを、ほとんどの方は、でそれがあるがゆえに、だけど皆さんもこう今までにも映画とか出てたと思いますけど、やっぱり見たいじゃないですか、せっかく作った映画を。すみません、小西さん、突然なぜ重機を持ち出したんですか？誰かわかんない。すみません。もう今こちらのコメントとかでも小西さんが気になりすぎて話が入ってこないって。私もずっとなんかチカチカしてるなって思って。もうね、そうじゃないかと思ってやってみました。いやー、すごい。でね、まあね、映画館がこう大変な分、うん、ただやっぱり配信だと見られるわけじゃないですか。そうですね。で、昨日だったかな、発表があったのは、泣きたい私は猫をかぶるっていう、その子、うん、佐藤純一監督が作ってて、岡田真理さんが脚本書いてる。で、志田未来ちゃんと、そう。で、志田未来ちゃんと、こう、花井夏樹くんと山寺宏一さんみたいな作品があるんですけど、うん、劇場公開予定が、はい、ネットフリックスで6月に限定公開になったんですよ。すごい。うん、でもそれってなんか、まあもちろん舞台挨拶とかあってそれが楽しいっていうのもあるとは思うんですけど、うん、まあ、時間気にせず新作アニメを一番いいタイミングで見るにはなんかめちゃめちゃプラスだなと思うんですけど、ただ僕はずっとさっきから小西さんの銃に狙われてる気分でいっぱいなんですよ今。みんなのハート。こうやってやると一瞬小西さんの顔が出てくる。一瞬出るね、一瞬出る。でも映画見てるみたいですよね。でも配信とか本当助かりますよね、いろいろやってくれるとやっぱり。正直、ね、僕もともと相当見てましたけど、うん、ネットフリックス見る率むちゃくちゃ上がってるんですよ。うん、何見てますか？正直皆さんもそうじゃないですか、名塚さんとか見てます？あ、そうですね、見たりとかしてますね、いろいろ。普段全然テレビ見ないんですけど、うん、やっぱり時間あるし夜映画見たくなったりとかして見てます、うん、ね。すみません、今最後の最後で小西さんと目が合いましたか、ひょっとして。合いました。あれ、何この真空パック。コンビニで発売中だよ。買ってね、うん、何の商品ですか、コンビ詰め合わせ。コンビさんの詰め合わせ。生きてる、この真空パック生きてる、生きてる。元気元気、うん、あ、でしかもね、なずかさんお子さん小さいから、はい、ね、こう映画館とかもともと行きづらかったと思うんですけど。あ、そうですね。ね、映画館でやっぱりこうね、一緒に見れなかったようなアニメとかも、うん、ネットフリックスさんでも見れるし、うん、
あとなんか結果的に私は普段やっぱずっと家にいなかったので仕事で、はいはい、今すごい子供との時間が増えました。それすっげーわかる。めちゃめちゃね、大変な状況ではあるし、まあお子さんとずっと一緒でね大変だっていう親御さんもいっぱいいると思うんですけど、でもまあ前向きにね考えなきゃいけないなと思って、これはこれで学校の勉強とかもうちはまだちっちゃいからギリ私が見てあげられるぐらいなのでまあ勉強もちょっとやりつつ一緒にちょっとね深くうなずきすぎて消えるんですよね小西さん途中で。うなずきすぎると真空パックが水色の画面に吸い込まれる瞬間が小西さんは何やってるんですか普段。気になる。この姿に聞くの面白いですね。なんかはね誰かが買っていってくれるのを商品棚で待ってます。じっとしてるんですかじゃあお家では。してます。僕あれです。YouTube の生配信を始めたんですよ。おお。ねえ。そうなんです。そうなんです。それをやってますね。あとは。そこ今ゲームの生配信やってるんですけど、そこで何のゲームやろうかなと思って、いっぱいゲーム安く今なんかプレステ4なんですけど、結構安く販売してるので、それを購入してでそれをちょっと使えるかなと思っていろいろ試すのとか、あと小野坂さんとやってるニューエング TV っていうこれも YouTube があるんですけど、はい。それのそこでもやれるリモートでやれないかなと思っていろいろこう試行錯誤したりとか、そのやり方をちょっと模索してたりとか、あとはそれこそネットフリックスさんとか、そういうの見てます、ウィッチャー見始めました、あウィッチャーウィッチャ ー, あー今世界でなんか下手すると奥とかのなんかアクセス数になってるらしい作品ですよね。マジですか。うん、なんかこの間そういうやつがどこかの記事で見ましたけどね。いやでも本当にでもただ今ペリスコープのコメントでこの顔で真面目に話すのやばいって普通に言われてるその方がいいでしょみんな。うん、真空パックはみんなだいぶ気に入ってるみたいではありますあとね今一番見たいのは、はい、ネットフリックスさんのザ・ジレンマっていうほ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 う、なんかもうがザ・ジレンマもう我慢できないっていうタイトルなんですよ。 あれまだそれこそ僕も子供いるんですけど、ネットフリックス自宅で一緒に見てるじゃないですか、はいはい、ジレンマの予告が流れた時の気まずさったらないですね。この間ネットフリックスつけたらこの予告がいきなり出てきたんですよ。はいはいはい、こんなに力入れてんだと思って、うん、ちょっと見てみたいなと思いました。あれドキドキしますよね。こうなんかイケてる男女が南の島に集められたが、そういうことになったらしそうなことを絶対してはいけないっていうルールで過ごすっていう。あ、そうなんだ。そういう話なんだ。すごい落胆してましたよね、なんかね。そう、なんか、そう、かなりこうなんかテラスハウスのめちゃくちゃ肉食版みたいな感じなんですよね。おお、じゃあテラスハウス自体もやってますけど、ネットフリックス。あれ楽しいですよって見てる人いるの。おお。自分の出演作品とか見てます。はい、自分の出演作品とか見てます。ああ、それこそセブンシーズとかでしょ今の。そうそう、セブンシーズとかね、いろいろですよね。うん、そういうのいっぱいありますね、昔のも含めて。ちなみに細谷くんは、はい、自宅でネットフリックス見たりとか、なんか何をしてるとかあります？今僕はネットフリックス見たり、YouTube 見たり、うん、都市伝説をパソコンで調べて、僕も YouTube やってるんですよ。お、みんなやってる。僕も YouTube やって、なんか都市伝説のことを面白おかしく話すっていう YouTube をやってるんですけど、出た、地上波に絶対載せられないタイプの番組ですね。そうですね。で最近こう見たのがNetflix でアキラを久々に見まして。あ、やってた、やってたというか、はい、ね、アキラ見られるって素晴らしいよね。素晴らしいですね。うん。まあアキラは都市伝説的にも
1982年に本が出て、88年に映画が公開されてるんですけど、あの舞台が2019年から20年にかけてなんですよ。東京のね、物語ですよね。そうそう、で東京オリンピックが中止になるっていうところから、物語が始まってて、これはもうあの都市伝説的に予言書なんじゃないかっていう噂があって、それをちょっとみんな届けようと思って、この間アキラを2回、3回ぐらい読み返したんですけど、あなた次第です。そう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 。アキラなんて44歳の僕からするともう10代前半にもうバキューンってなっちゃったやつなわけですよ。すごすぎると思って。すごいですよね。今見ても全然古い感じしなくて。そう、本当そう、うん。なんかビルが爆破されて細かいガラスがパラパラパラって落ちてくるシーンがあるんですけど、あれを一枚一枚手書きで書いてるんだって思うとすごいなと思って、ちょっとなんかあの YouTube で細谷佳正で検索していただくと、ちょうど今日アキラの方がどんだけ面白いかを僕が説明している動画が上がってるので、本当ぜひ見てください。それじゃ あのうちの娘実は細谷くん推しですごいんですけど今。あ、本当ですか。ありがとうございます。いえいえ、でそのうち実は娘にアキラネットフリックスで見せたんですよ。あ、それなんでかっていうと、10代の頃自分がガーンってなったやつ、今の10代ってどう思うんだろうと思って、そしたら面白かったっていうのと、もう一個の感想が想像を超えていて、あのめちゃくちゃクオリティの高い、もう絵のクオリティの高い、あのサイキクソだって言われてすごいこと考えない。ああ、なるほど。確かになるほど、なるほど。なんかこうさっき名塚さんが家族の会話って言ってましたけど、うちの家族の会話はまさにそんな感じでしたね。でさっきあのこう新作、自分の出演作品を小西さんが見るっておっしゃってましたが、すいません、細谷くん、 BNA が鬼面白いんですけど。あ、 BNA ありがとうございます。本当に劇団ひまわりの諸星すみれちゃんが主演をやってます。ねえ。ぜひ。BNA まだあの小西さん、名塚さんご覧になってないですか？見てないです。見てないです。あれね、いや、ほんとすごいですよ。お子様向けですよ。うん、お子様向けかな、BNA。まあ、大人も子供も見られる感じというか。いやー、そこが作ってて面白くないってことはないでしょ。そうですよ、小西さんといえば。ねえ。トリガー作品にね、最も欠かせない声優さんのお一人だと思いますけど。いや、ないです。いや、すいません。ちゃんとした話だけど、真空パックはずるい。いいフィルターです。あ、でも本当はあの、何、吉成洋さんっていう、そのこう、日本で多分、本当3本の指とかに入るんじゃないかと思うアニメーターの方が監督やってるので、なんかこう、絵が動く楽しさみたいなのがすごいっすよね、BNA。あ、そうですね、すごく絵は動きますね、なんか。カズネットワークみたいな動きをしますね。なんか日本のアニメにはあんまりないような動きをしてるなって感じがします。なんかこう、普段アニメ見ない、あの、脚本家志望の友達がいるんですけど、その友達が、あの、BNA 面白いから見てって言ったら、この人絶対洋画いっぱい見てるって言われました。なんかこうカット割りとかそういうのがものすごいかっこいいハリウッドの映画とかと似てるんですって、BNA 長いですか、これから見ても大丈夫って言ってますけど、僕6話ぐらいまで見たんだけど、この先あれですよね、なんかまた1話ずつ更新されるフェーズがやってくんですよね、 BNA は。そうですね、ただ確かに6話、ね、後半は多分一気に更新されるかなんかだったかと思います。そうなんだ。でもどっちにしろ今見られるところまで見たんですけど、もう本当野球の回とかこんな面白いアニメ、懐かしいんだけど、ちょっと懐かしいアニメだったんですけど、はい、最高だったら、ね、うん、ね、ね、なんか今だからこそ名塚さんこう見てほしいこうアニメとかあったりします？別にネットフリに全然限る必要ないんですけど、今だからこそ見てほしいアニメですか？そうだな、いや、うん、今だからこそ
で言ったら、ちょっとあの最初の5話ぐらいは飛ばしてほしいんですけど、ダーダーダーですかね。え、なんで5話ぐらい飛ばしてほしいんですか。あの1、2、3話が本当になんかもうびっくりするぐらい、私がど下手くそなんですよ。待ってください。もうね、本当自分で見てて恥ずかしいぐらい。見ることないでしょ。いやでもそれっていやいやいや、ういういしくていいっていうやつじゃないんですか。特になんかあの2話目の冒頭に、昔によくアニメであった前回のあらすじをこうヒロインとか主人公が喋るみたいなシーンが昔よくあったんですよね。はいはいはい。なんか宇宙からあの男の子が飛んできて、あの育てることになったよみたいなのを私が一人でバーって喋ってるんですけど、30秒ぐらいで、はい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 、それがもう何回やってもうまくね。え、それは夏香さんがもうおいくつの時にされた作品？中学校2年生ですね。中学校2年生？はい、中1から中2にかけてぐらいですね。逆にそれでできたらちょっと嫌だけどね。確かに初めての主人公ヒロインだったのね。あのフィギュラー、うん、主人公か、そうなんです。そうか、でもそういうのっていくらでも遡れるのがまたいいとこだったりしますよね、配信だと。今ネット上だと本当にいろんなものがアーカイブされてて、で、うん、もう小西さんなんてね、ネットフリックスで見たりすると、はい、もう出てる作品すごい数じゃないですか。そんなことないと、あんまりやってないから俺。そんなことない、そんなことない。めちゃめちゃ、ええ今シーズンも、それこそセブンシーズンもそうだし、アルテとかもそうでしょ、はい、いやだいぶ小西さん、拝聴してますよ。確かありがとうございます。ええ、助かります。見ていただけると。じゃあ、その小西さんが、はい、こう今、みんなこう部屋にこもってる時に、こう見てほしいなって思う作品とかあるんですか。全部見てもらいたいからな。うん、まあ、自分のやったやつに関してはですけど、うん、うん、個人的にちょっと見たいなと思ってるのは攻殻機動隊見たいなと思ってて、うん、あーいいですね。攻殻機動隊今、うん、まさにこの間公開になったばっかりなんですけど、うん、SAC の2045、うん、いやめちゃくちゃ面白い。もう見たんですか全部。あのね、まだ途中なんですけど8話ぐらいまで見たんですけど、はい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 、いやすっごい面白い。ちょっといつもだったらなんか作業をしながらも含めて最後まで見切っちゃうんですけど、うん、アニメとか配信だとね、うん、もういくら見ても定額だしみたいなのもあって、うん、ただ今の攻殻機動隊もう伏線とかガジェットがもう細かいところまであるんで、ちょっとこう見たいんですよ。あ、じっくりとね、じっくり見て、うん、でまあ面白い。はい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 、最高。ちょっと今ウィッチャー見てるのにな。ああまあちょっと僕今見るんで、あの皆さん喋っててもらっていいですか。今見るんですか。配信は逃げないですよ。配信は逃げないですよ。そうですか。でそしてあの小西さんあのどちらかというと、はい、なんていうのかな、真空パック以外も見たいですっていうのはディレクターからの指示で今チャットで飛んできまして。そうなんですよ。今ね来たんですよ。他のものに何かいけます。そう、そろそろパックの中の酸素濃度やばそうってペリスコープで言われてますね。今探します。うん、探しますけどうまく動かないの。ちょっと待ってください、ね。お気に入りの探していただきましょう。あ、酸素濃度はいずれにしろ低い。あ、ずっとですね、宇宙から始まって。極端ですね、なんか海の中に今度は。伝説の。怖い。私はザ・ブック。いなかったけど徐々にいそう。いやでもなんかそれこそ、あ、今のあの攻殻機動隊で、はい、あのしかもジョジョの話をしてファッと思いついちゃったんですけど、あの多分攻殻機動隊すごく有名だから知ってるけれども、本当に全部見たことある人って特に若いアニメファンとかだとまだいないんじゃないかと思うんですけど、うんうん、ネットフリックスあるんですよ基本。
ゴーストインザシェルとかそういうあたりから、で、いやもう何、あ、ちょっとすみません、ディレクター、ディレクター、中にスピーカーで音出ちゃってるんで、あのこのまま行くとラジオの準備中の音がこのまま今すみません生放送で流れちゃいそうになってるんで、こちらの方も、で、いやそれでね、昔のシリーズ全部見られるっていうのもめちゃくちゃ貴重じゃないです、貴重というか、うん、SAC 新しいシリーズ見られるんだけど、もともとの SAC もアライズもゴースト・イン・ザ・シェルも見られるみたいなやつが見られたりとか、あとはあのこの小西さんのこれで僕はジョジョも思い出したんですが、ジョジョも見られるなと思ってこの感じで、いやもうこれは小西さんなんですかねっていうふうにすげえ言われてるな、あの小西さんなんですよ。え、一気見とか、おお、え、なにこれ、あ、アヒルか、これあの壁紙と声優さんの技術が合わさってしまうと、もうそれにしか見えなくなってしまう。まあまあ、ダックです、ラットさんでしょうね、歯がある、歯がある、怖い。ちょっとね、うまくね、タッチパネルがね動かないんですよ。すごい。あれ、あとなんだろう、これバンちゃん来てるって言ってる方がいるのは、ハンちゃん、ハンちゃん来てる、ハンめぐみちゃん来てるのかな、もしかしたら見てくれているのだろうか。そしたら SAC にもそれこそハンめぐみ、そうですね、ハンめぐ出てますもんね。出てきた、出てきた、出た、出てて、すげえなんか何かあるんじゃないかこの先っていうキャラだと感じてるんだけど、立ちこま派なのか秘密があるのかドキドキしながら見てるっていう感じですけどね。ねえ、いや今なんか小西さん、はい、本物をちょっとだけいじるのやめていただけますか。何かおかしいですか。若干売りざね顔の小西さんが今映ってます。はい、え、いつも通りですよ。いやいやいや。ちょっとシュッとしたかな。あのこうなんていうか、ちょっとラグビーボールに頭の形が近い。これね、動けないんですよ。そうでしょうね。違う2つになっちゃったりするからね。あ、ターミネーター2だ。おお。怖い。すごい怖いみたいな方と、あ、すごい今スペインからこんにちはっていう、スペインで見てくれてる人とかいるんで。わあ、すごい。こんなことしてる場合じゃない。スペインから見ていただいてるんだったらね。さて、あとは。でこれ見てる側で言うと、さっきアキラを見てるって細谷君言ってましたけど、はい、他もなんか見てたりします？アニメとかで映画とかでもいいんだけどね。最近見たのはあれですね、あのネイビーシールズチーム6っていうの見ました。それはどんなやつ？これいいんですかね、言って大丈夫ですか、言ってもいいのかな、これ、まあ、言いますけど、あの 9.11、あ、はい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 、があってから、はいはいはい、アメリカで、バラク・オバマの代にウサマ・ビン・ラディンを、はいはいはい、報復に行ったじゃないですか、うん、あれをこう、あの実際の話をあの映画にしてる話で、結構地味なんですけど、うん、あの本当にこう衛星からビンラディンがどこにいるのかとか、うん、その捉えて、なんかあれがなんか ネイビーシールズっていう特殊部隊があって、なんか その人たちが到達してこう報復するまでのことを描いてるんですけど、うん、なんかあの直前まで、っていうか本番までターゲットが誰か教えられないんですよね、ウサマ・ビンラディンだっていう。おー、それなんかこう結構軍のリアルなところを描いてる映画みたいなのがあって、それを見たのと、あのあれです。パビリオン3勝を見ました。おお。あ、誰？わかんない、わかんない。あ、小田切丈さんの映画で。うん。前のやつでね。え？結構前のやつでね。そうです、前のやつです。あの、橋井優さんと小田切さん、ご結婚されたんですけど、はい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 。この二人が結婚するきっかけになったんじゃないかっていう映画だったんですよ。うんうんうん。それは都市伝説なの？
いや、都市伝説じゃないです。それはあの普通に出てる、公になってる。で、それ見てたんですよ。うんうんうん、で、なんか、小田切さんとか、かしいさんのイメージ的に、やっぱりなんかこう、プロフェッショナルなのかなって思ってたんですけど、あれ、レントゲン技師の話なんですけど、かしいゆうさんをレントゲン室に入れて、小田切さんがレントゲンを撮るシーンがあるんですよ。うん、そこが、すごいなんか仲睦まじい感じがして、うん、これは台本じゃなくてアドリブだなって思うんですけど、うん、そこがなんかすごいなんか2人がこう恋人になってるような気がして、そういう感じで見ると本当にこうなんか微笑ましいというか、そんな楽しみがしてました。めちゃくちゃ存分に楽しんでるね、おうち時間。そうなんですよね、映画の趣味が怖すぎて誰にも分かってもらえないですよね。おいや、見てみるわ。でも本当にあのこう、ネットフリックスって日本じゃ公開されなかった映画とかドキュメンタリーとかいっぱいあるから、あの多分都市伝説好きとかたまんないとこありますよね、本当ね。僕はよく言ってますけど、殺人鬼のドキュメンタリーとかめちゃめちゃ見てますからね、ネットフリックスで。ドキュメンタリーめっちゃです。いっぱいあるよね。あと、あのそうだ、うん、驚いたのが、はい、あの今さ、まあ、まさにみんなこうコロナウイルスのことが気になってるじゃないですか。はい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 、はい、で、ある日っていうかもう今週だったかな、あのネットフリックス立ち上げたら、あのそのコロナウイルスをちゃんと学術的にまとめたあの30分か40分ぐらいのドキュメンタリーがあの配信されたんですよ。あ、本当ですか、見なきゃ。本当本当。でも今見られるんじゃないかな。見たい。何です。いや、ストレートにコロナウイルスって書いてあったから。あ、本当ですか。でしかもそう、あのめちゃくちゃあの意味あったっていうか、勉強になっちゃった。ちゃんとこういうのが出てます。グラフとかドキュメント、お医者さんの意見とかちゃんと集めてるやつがもうタイムリーに配信されたりしてて、っていうやつがあったりしましたね。新型コロナウイルスダイジェストってやつですか。あ、多分それだと思います。それです、それです。そうで、そこから深掘りすると、うん、あのインフルエンザの流行についてのドキュメンタリーとか、うん、そういうのも出てきたりとかしてて、あの結構本当に一応放送でちゃんとしたこと喋んなきゃいけないので、あの裏の取れてる情報かっていうのを確認した上でちょっとベースに喋ったりとかしてます、放送でも。なんかあれらしいですよね、そのウイルス、あ、じゃなかった、細菌は生き物だけど、ウイルスは生物ではない非生物の間の存在だっていうのを、この間の動画のネタにしようと思って調べてたら出てきたんですけど、ウイルスは自分で歩行することもできないし動くこともできなくて、ただのものらしいんですけど、そのものが人間の中にペッて入ると、なんかその細胞の中でどんどん増殖していくらしいんですよ。でも生き物じゃないんですよ。本当に好きだねこういうのね、星川くんね。宇宙人説が出てましたね。そうね、まだ全部が解明できてない存在なんだなみたいのは、ドキュメンタリーとか見てると本当よくわかりますけど、でもう名塚さんは自分の趣味でなんか見たりっていうのは、こんだけ時間があるとできるかなとも思うんですけど、あんましてないですか。男は辛いよね。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいい話になって。関係なくてすいません。いや、男が辛いよの、トラさんを見ると、やっぱり魅力的だなと思うんですか。私は、あ、でもこれあの30代半ばになったから泣きはします。これ20代の多分女性が見ても多分、トラさん素敵だなって人はちょっとあの少数派だと思うんですけど、いや全員とは言いませんよもちろん、だってあの、ね、けどなんかトラさんの良さとか面白さとかなんか30半ばぐらいになってくるとなんか可愛いなって思える。あ、可愛い、可愛いな、なんか笑える。今ネットフリックスで、あの男は辛いよ見られるのかなって調べてみたら、すげえ、あのいっぱいあります。これ全部あんのかな。ある
るんじゃないですか。アベンシーズあるんですか。全部見れてないんですけど。男はつらいよシリーズ。はい。とりあえず私が今横で検索したら、エピソード49まで出てきました。男はつらいよ、トラジロー、ハイビスカスの花だったっけな。なんかありましたよ、本当。すごい出てくる、めっちゃ出てくる。そうなんです、正月にあの、うん、おかえりトラさんを映画館に見に行って、うん、はいはい、それですごい、うんうん、まずそもそもハマって、うん、今まで一回も見たことなかったんですけど、ちゃんと、うんうん、でも、まあ、父がなんか好きだったっていうのは、うん、まあ、幼い頃にあって、でもやっぱその時はあんまりなんか面白さがいまいち分かんなかったんですよ。まあね、まだちっちゃい時は。でも、うん、おかえりトラさんを見て、あ、これちょっと全部見たいなって思ったら、うん、今ちょっとネットフリックスさんであったからこれを見るしかないと思って、すごいね、ハマってます、うん、海外のそのおしゃれなやつを配信してるイメージすげーあるんですけど、うん、昔の日本映画とかもバリバリあるんですよね。うん、うん、私結構日本映画も好きで、うん、僕もこの間仁義なき戦いネットフリックスで見ました。あ、上がってますよね。仁義なき戦い出てきますよね。うん。あ、うん、そっか。元谷君広島。そうですね。あ、でも僕はまだ見てないですけどね。仁義なき戦いは。ああ、うん。それを見られる一方でちゃんとこう新しい効果、あ、そうだ、ドロヘドロとかね。あ、そうね。ドロヘドロとか見ました。新しいところが見られたりとか。いろんなもの見れますよね。でもね。うん、そうですね。本当、アニメオリジナルも面白いですよね、ネットフリックスオリジナル映画、ね、のやついいよね。うん。高画機動隊とか、ウィッチャーとかもそうだし。うん。あ、そうですよね。うんうんうん。あと、あの、すげえ、他の人見てなさそうなものを自分だけ見てる時の、さっきの細谷くんみたいな、やったった感あるじゃないですか。見つけると。出し物的な。なんか、ジャケ買いっていうんですか、わかるわかる、うん、あるある、なんかタイトルサムネイルで選んで、うんうん、Netflix オリジナル映画のリミットっていう映画見たんですよ。ああ、なんか男がなぜか棺桶に閉じ込められて、うん、地下に埋められてるっていう、うん、細江くん好きそうだね。それ夜見たんですけど、すごい面白そうだ。登場人物が本当にその人一人と、あと電話の声しかないんですけど、すごい面白そうだなと思って見たら、うん、ここでは言えないですけど、うん、ちょっとうわ、いやでもこれは確かに今初めて、ちょっと今横に僕普通にパソコン置いてあるので、うん、マイリストに追加しておきます。後で見よう。ぜひぜひ。すごいそのみんなが見てない可能性が高そうなおすすめで言うと、はい、僕あの海外アニメですけど、あのリック&モーティーを見つけて、あ、なんか受賞したやつですか。はい、なんか映画賞かなんか受賞したやつですか。あ、そう賞いっぱい取ってる、ありましたね。なんかあの風刺とか、あの、ね、ディープな感じのあのこうブラックユーモアいっぱいみたいなやつをちょっと見つけちゃって、なんかあのバックトゥーザフューチャーのむちゃくちゃ悪い版みたいなやつ。おじいちゃんが孫を連れて別の世界線に行って、もう延々悪態ばっかりつくみたいな感じで、多分僕がサウスパークをずっと見ていたからネットフリックスがおすすめしてくれたんだと思うんですけど。あ、おすすめ出てくるの便利ですよね。すごいマッチとか出てきてね、すごい便利。うん、いや、これあの小西さんはなんか、はい、他の人見てないかもしれないけど自分はこれ好きっつって見てんのあります？多分これ僕が出てるやつでもあるんですけど、はいはい、そんなに宣伝とかしてなかったのでこれ知らないだろうなと思うのがちょっと一個あって、うんうん、あのバディ・サンダーストラックっていう、バディ・サンダーストラック、あの海外のまあ、お人形を使ってアニメーションを撮ったりするじゃないですか。はいはいはい。あれ系なんですけど、なんかね、すごいおバカなお話なんですよ。なんかむちゃくちゃで。あ、本当だ。人形を使ってて、犬のバディサンダーストラックはトラックのレーサー、エネルギッシュなバディさえいれば陽気で暑い毎日だっていうのを
全部人形劇アニメで。そうなんです。え、これすごいっすね。これ、これ。え、これの中に小西さんも出ていらっしゃる？僕はね、この主役のキャラクターをやってるんですけど。はい。へえ。で、まあなんかトラックに乗ってるんですけど、レースは、うん、まあその1話の話数の中にちょっとしか出てこなくて、うん、あとはなんか僕のやってるキャラクター、まあ主人公なんですけど、まあ自分がこうヒーローだと思ってるちょっと痛いやつなんですけど、でもみんなそのレースの英雄だみたいな感じで叩いてくれてるんですけど、うん、なんか外から見ると悪くだからブラックコメディみたいな、うんうん、そんな感じなんですけどね。うん。うーん、とにかくむちゃくちゃして街を破壊したりとか。日本だとものすごい予算がちゃんとあるアニメのオープニングとかエンディングでだけ見られるやつですよね、この人形アニメって。それで全編できてるんですよね、これ。そうです、そうです。知らなかった。あ、見たよ、面白かったっていう方いらっしゃいますね。だいぶよくできてますよ。マイリストに興味がある方がいらっしゃったら見ていただけると楽しいと思います。あと、うん、今僕もマイリストにこれも入れました。で、今ですね、ハンメグミちゃんは本当に見てくれてるらしいというのが今、うん、みんながペリスコープとかでも言ってて、ツイッターで見ればいいのかな。ありがとう、うん、ありがとう、ハンメグ。ツイッターで言ってんのかな。なんか違うのかな、これペリスコープにいてくれてるの、ハンさん。どこだろう。あ、すごい。あ、じゃないじゃない、ペリスコープのコメントの中にこんばんはって言ってくれてる。すごい。はい、さっきもちらっと言いましたけど、広角機動隊の後半に入ってきてから、うん、なんかすごいなんかありそうな役でハンさん出てるんですよ。見なきゃ。気になる。まだ最後まで見てないからどうなるんだろうな。ちょっとハンさんだすごいってみんな言ってる言ってる。ハンさん、川西健吾くんも見てたの？あら。なんかやっぱり声優さんってお芝居とかアニメとか映画の話みんなお好きだからちゃんと来てくれるんですね、こういうのね。コメントしてくれたんですかね。はい。川西くんとかコメントしてくれたんですかね。そうそう、コメントしてくれてます、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかありがとう。もしおすすめとかあったら、もちろん、うん、ハンさんだけじゃなく、うん、一般の方とかも、うん、ね、私だけ知ってるみたいなやつがあったらぜひ、うん。あ、すごい、ハンさん、そうです、ペリスコープで見ています、見ているのがバレてしまいましたって今、はい、俺こっちで言ってる。ウルトラマン、ウルトラマン見ろ、ウルトラマン見なきゃ。全然見えない。見えない。これそう、これしょうがないでしょ、しょうがないでしょ。一応こう画質はこれ以上いかないですから。そうそう。コメント、川西くんもいたんだって。川西くんもいるのか。川西くんといえばもう、うん、もう鉄血のオルフェンズですね。あ、まあね、細谷くんはね。ネットフリックスで放送してほしいですね、配信してみんなに見てほしい。うん、そうね、一気に、うん、2シーズンだったしね。そう、一気見してほしい。うん、もうオルフェンズ見てたら LINE くれたらいいのに。あ、本当ですね。で、この作品見てますよっていうのとか。あ、誰かね、ハンメグも LINE くれていいよ。これを見てる。何見てんの、ハンメグは。うん、この作品見てます、ネットフリックさんでっていうやつ。あ、すごい、うん、でも一般の人たちはね、今、イド・インベンテッド見てほしいとか、インベイテッド見てほしいとか。あれもめちゃくちゃ面白いですね。あれは映画っぽいですね。大人向けだと思います。ハンさん絡みで言うと、うん、ウルトラマン面白かったですっていう。ああ、ウルトラマン、はい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 。あれはね、ウルトラマンがなければ今回の降格もないですからね。神山監督と荒牧監督の。うん、あとはメガロボックス好きですとかね。ありがとうございます、見てほしい、いい作品だから。細谷くんはネットフリックスで配信されがちな声優さんですね、本当に。いや、もう私はそうですね、ネットフリックスに活動の輪を移したいですねそれでネットフリックスが好きですよ、僕は。ネットフリックスさんでチャンネルやったらいいのに。いいな、それ。そう、都市伝説
あ、そうですね。日曜洋画劇場とか土曜ゴールデンみたいなのをネットフリックスでやりたいですね。あ、いいじゃない。今週の映画はみたいなね。いいですね。確かに今八尾井純一さんとかね、知ってる方はいると思いますけど、あの若い人っていないかもしれないけど、当時視聴率 30% とか取ってない、うん、4特番ばっか作ってた人とか、ああいうの見たいよね。うん、なんか、うん、いやね、うん、いやーそういうの、あ、すごい、あ、彼方のアストラも好きですとか、 ありがとうございます。あとは犬牧シークレットサービス、カガステル面白かった、魔法が解けてっていう海外アニメ、なんかやっぱりみんな見てますね。充実したおうち時間過ごしてんなっていう感じがしますが、カガステルが全然話題にならないことで話題になってるんですよ。え、そうなの？そんなことないですよ。面白かったよ。なんか話題にならないアニメとして話題になってるっていうのをネットニュースで見て、面白、あ、見られてる割にはみんなが話題、だから話題に上らないで話題みたいな、あのカガステルネタバレあるから、うん、あんま言っちゃうとあーってなるじゃないですか、ね、うん、そこかなっていう気が、見てほしいですね。ね、いやちょっとこんな話をしていると、あのもうあっという間に50分を過ぎてしまっていて、そうなんですよ、早い、早い、ね、で、あの改めて今日話してて思ったんですけど、今お家にいなきゃいけないけど、あ、あの僕、我々お家得意だなってちょっと思いました。あのネットフリックスがあればそうですね、本当に、うん、あのなんか辛さがほとんどなくなってるというか、うん、で、今までに見たいけど見られてなかったものいっぱいあるし、今、うん、ね、小西さんが教えてくれたやつだったり、あれ面白そう、すごい、ね、マディさんダストラック全く知らなかった、うん、おすすめですね、超見てみたいですよね。僕は声を枯らしながら頑張ったやつなんで見てください。あ、います、います。ちょっと、ね、あのシャープネトフリアニメ部とかネトフリアニメってつけてくれたら、配信中以外も、うん、あの私とか一応部長ですからちょっと見てますので、おすすめアニメとか、ここで読まれなかった人とかはぜひ、なんか今後もネット上とかでつぶやいていただきたい。あ、知りたい、知りたい、ね、うん、今半面から LINE が来ました。お、なんて、メガロボックス進めてくれってメガロボックスと、なんか半分の BNA も出てるんで、メガロボックスと BNA 進めてくれ。おー、おー、あ、すごい、時間足りないと。もう進めたからそれ以外だな。そうですね、そうそう、ありがとう。でも番組終わるねって書いてる今番組終わるって言いますよ。番組そろそろ終わるんですよ。じゃあ、あの最後に一言ずつご挨拶をいただきたいけど、じゃあ順番細谷くんからにしましょうか。はい、あ、最後に一言、はい、皆さんに、はい、まあ、お願いします。そうですね、あの自粛はね、あの外に出れなくてちょっとストレス溜まりがちかと思いますけれども、あの面白い番組と面白い映画がもう盛りだくさんなんで、ぜひ皆さんネットフリックスでね、なんていうか、たくさん面白いものを見て、ネットを盛り上げていただければなと思います。なんか皆さんがこう面白いもの見たいっていうのをネットフリックスさんに言い続けたら、ネットフリックスさんはね、実は上げてくれます。はい、これ前例がありましてですね、どうしても僕ブラッド・ピットのトロイを見たかったんですよ。ネットフリックスの偉い人にトロイ見たいなって言ったら、本当にトロイが上がりました。見たい映画はぜひ皆さんつぶやいて、ネットフリックスさんに問い合わせてみてください。はい。しかもいくら見ても定額ですからね、基本的に。お、素晴らしいですよね。じゃあ、なずかさんもいいですか？はい、そうですね。ちょっとね、期間が長くて大変だと思いますが、それこそちょっとこうね、長めのエウレカセブンとか、配給とか、シリーズ的にこう長くなってるものいっぱいあるので、まあね、そういう、作品とかも今ならゆっくり見ていただけるんじゃないかと思いますので、いろんな作品で楽しくおうち時間過ごしてもらえたら嬉しいなと思います。そしてまた私たちも、収録再開できたら、どんどんね、新しい作品をまた作っていこうと思ってますので、早く、この期間を短く終わらせるためにみんなで頑張ってお家にいましょう。素晴らしい。はい、はい、ありがとうございます。
じゃあそれでは最後に宇宙の大いなる存在、小西克幸さん、お願いいたします。宇宙の大いなる存在です。はい、大いなる存在に耳を澄ませます。僕もそうなんですけど、家で、まあなんかその、一人でずっとこう引きこもってて、まあなんかね、皆さん、ストレス溜まってきたりとか、なんかこう、なんかこう思う通りにいかないなって思うこともあると思うんですけど、その中でもやっぱり今ホセ君とかもそうだし、YouTube だったりとかね、そういうのやってチャンネルだったりとかね、いろんなことをみんなやってくれてるし、でしかもこの Netflix さんでもね、いろんな作品がこう見れるので、僕もいっぱい今今日知らなかった作品とかも結構あったから、そういうのを見るだけでも何日か簡単に過ぎていくだろうし、なので一緒にお家で、楽しんで遊べたらいいなと思いますので、ぜひともネットフリックスを見ていただきたいですし、よかったら細谷くんのチャンネルも見てください。ありがとうございます。本当によろしくお願いします。宇宙に帰ります。ありがとうございます。ありがとう。ちょっと見えてる。あ、でも本当にね、作品見てるのって暇つぶしって人いるかもしれないですけど、作品って見たら心に残りますから糧ですからね、今後の、ぜひこのチャンスでいっぱい、見ていただきたいと思います、はい、配信やってる人は、僕もこの後22時半からも VTuber やったりとか週に8回ぐらいやってますんで、すごいな、はい、ぜひお願いしたいと思います。じゃあ皆さんありがとうございました。またやりましょう。お疲れ様でした。